コバブルのお年賀ラジオ2023。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。コバブルです。この動画は昨年1年を振り返りながら話すラジオ風の動画となっております。毎年お正月動画は羽織袴を着ていることが多かったんですけど、ちょっと今年はですね、着付けが間に合わなかったので、いつもと同じ衣装でお送りします。皆さんにとって昨年はどんな1年だったでしょうか。まだね、コロナ禍が続いていてですね、油断ができないような日々ではあると思うんですけれども、まあ、とはいえですね、少し落ち着いたような時期に久しぶりに旅行に行ったよみたいなね、そういう方もいらっしゃるかもしれませんね。僕はというとですね、旅行ではないんですけれども、旅行の気分だけでも味わいたいなと思って、超近場の家からめちゃくちゃ近いところにあるホテルで一泊してきました。すごく近場だったので、特にその観光とかもすることなく、美味しいものを食べたりですとか、あとふかふかのベッドでね、ゴロゴロしたりですとか、そういう風にその一泊のね、まあ小旅行というにも近場すぎて小旅行とも言えないかもしれないんですけど、そんな感じで旅行気分を味わってきました。夕飯はその泊まったホテルの中にあるレストランで食べたんですけど、そしたらですね、お一人様なのが僕しかいなくて、ちょっとこれは場違いかなとか思ったりしたんですけど、でもね、翌朝朝食のそのホテル朝食ビュッフェみたいなやつにで食べた、朝ごはん食べたんですけど、その時はですね、もうたくさん人がいて、もうそのお一人様なんてもうたくさんいたので、家族連れとかももちろんたくさんいましたけど、だからねってわけでもないんですけど、一人でも十分に楽しめましたね。本当は温泉とかにも行きたいんですよね。露天風呂とかついてるような旅館とかホテルとか、そういうところ行ってみたいですね。今年こそは行けるかな、どうでしょうか。あと、ものすごく久しぶりに祖母にも面会することができました。今僕の祖母はですね、老人ホームに住んでいるんですけど、コロナ禍になる以前は年に 2,3 回は会いに行ってたんですよ。で、こうお互いね、その元気な顔を見せ合って近況報告したりとかしてたんですけど、やっぱりちょっとね、ここ2,3 年全然会いに行けてなかったんです。面会制限とかがすごくきっちりしてて、なかなか会いに行けなかったんですよね。なんですけど、昨年はやっと会うことができました。もうほんとね、元気そうなおばあちゃんの顔を見られてね、本当に僕嬉しかったですね。まあ、ちょっとね、小さくなったかなって思っちゃった。やっぱり 2,3 年ぶりに会うとやっぱ変わりますよね。まあでもこれからも元気で長生きしてほしいなと思います。お出かけ関連だと、いまだに僕はちょっとライブを見に行くのは自粛中ですね。僕、モーニング娘。のファンで、年に2回はライブ会場に聞きに行ってたんですよ。で、あと、まあ、これは動画にも毎年投稿してましたけど、スーパー戦隊ソングのライブ、スーパー戦隊スピリッツっていうのが年に1回開催されてたんですが、それにも行ってたので、最低でもですね、僕年に3回くらいはそのライブ会場に足を運ぶ、コンサート会場に足を運ぶってことがあったんですよ。なんですけど、もうここ3年くらいはもう全然行けてませんね。でも昨年は映画館でね、そのライブが中継されるライブビューイングっていうのがあるんですけど、それにね、久しぶりに行きました。モーニング娘。の加賀楓ちゃんの卒業公演のね、ライブビューイング見に行ったんですけど、もうめちゃくちゃ良かったですね。ちょっとここで感想を話し始めちゃうと、そのめちゃくちゃ長い動画、それだけで動画になっちゃうので、あんまり話しませんけれども、こういろいろなことにしっかり気をつけつつですね、今年もライブビューイング楽しめたらいいなというふうに思っております。もちろん今年こそはライブ会場にも行きたいですけどね、ちょっと様子を見てその時々で考えていこうと思います。
そういえば昨年の11月にスーパー戦隊スピリッツ開催されて、僕も配信でね楽しんだんですけど、その感想動画をね投稿しようと思って、結局ね収録自体ができてないんですね。あの台本書くところまではやったんですよ。台本は書いたんですけど、めちゃくちゃ長文になっちゃって、その2日間分かな、配信で見た感想ダーって書き始めたらもうすごい長文になっちゃって、結局収録自体してないんですけど、あれ収録してね編集して動画にしたらどれぐらいの尺の動画になったのかなって思いますけどね。ちょっとまあもう今更感あるからボツですかね、残念ですけど。ここまで僕のリアルの生活のね話題が続いてますけど、リアルの話題もう一ついきますと、昨年1年を通して僕自身の生活力が上がったような気がしています。自分が普段どんな生活をしているかなんていうのは、もう自分ではねそれが当たり前になってて気づかないことが多いんだなって思ったんですけど、例えば僕って洗濯物を干すのってもう本当に外じゃないと嫌派だったんですよ。外で天日に干すのが一番いいと思っていたタイプの人間なんです。でもそういう話を生放送中とかにこう視聴者の皆さんとねやり取りしていく中で、いや別に部屋干しでも大丈夫だよみたいな意見というかコメントがですね結構出てくるんですよね。でも僕の中でやっぱり外に干さないと生乾きの匂いとかがついちゃうような気がして、ちゃんと乾かなくて、だからもう外で干さないとダメじゃないみたいな風に思ってたんですよ。そしたらアドバイスで、なんかその部屋干し用の洗濯用の洗剤とか使ったらいいんじゃないとか、あと部屋干しした時にサーキュレーターでこう風を当てながら干すと生乾きしにくいよ、乾きやすいよっていう風に教えてもらったりして、へえそんな風にみんな部屋干ししてるんだっていうのをね、僕知らずにここまで生きてきたんです。だから今まで僕がどういう風に生活していたのかというと、例えば1週間に1回洗濯しようと思うじゃないですか。でもその日がたまたま晴れてなかったりとかすると、あもうちょっと今日は洗濯やめとこうってなるんですよ。で次の日晴れればいいですけど、さ天気なんてわからないじゃないですか。こうずっとねその雨が続くみたいな時もありますよね。そうするともう平気で僕10日間とかもう2週間近く洗濯物溜めちゃうことも全然あって、そういう話を生放送でしていたらちょっともう視聴者の皆さんドン引きしてるんですよね。いやそんなに洗濯物溜めるのって、まあ、そんなに洗濯物溜めてたらそりゃあなんかその変な匂いとかもつくかもしれないよみたいな風にコメントもらって、いや確かにそうだよなと思ってですね、そこからいろいろ改善したんですよね。例えばこうビシャビシャな洗濯物をそのまま洗濯機に入れないとか、あと洗濯洗剤をちょっといいのに変えるとか、あとなんだろうな、あそうそう、なんか外に干せない時には部屋干しをして、なんかこうサーキュレーターみたいなものでこう風を当てながら干すようにするとか、でもちろんあんまり洗濯物溜め込まないとかね、もうそういうのをいろいろ今ね改善できてるんですよ。今お話しした洗濯に関することはもうこれ一例でしかなくて、こういう感じで結構ね視聴者の皆さんと話してると、なんか僕って普通に生活できているようで、実はなんかあんまりしっかりしてなかったのかもっていう自分のこう生活を見つめ直すね、すごいいい機会に特に去年はなりましたね。あともうちょっとだけこの洗濯の話題広げていいですか。このラジオ動画ですね、去年1年間を振り返ろうっていうそういう動画なんですけど、ちょっとごめんなさいね、少し趣旨からずれるかもしれないんですけど、僕が今使っている洗濯洗剤の話をちょっとしたいんですけど、あのちょっと詳しい銘柄まではすぐ思い出せないんですけど、まあ、とにかくアタックですよ。アタックの液体の、まあ、ジェル状っていうんですか、液体の洗剤を僕今使ってるんですけど、なんかねスプレーボトルみたいな感じの形になってて、こうグリップを握ると適量が1回分出るっていう風なやつなんですよ。で洗濯物の量に合わせてあの1プッシュなのか2プッシュなのかみたいなこう量を調整できるってやつなんですけど、あれがやっぱめちゃくちゃ便利で、まあ、もちろんちょっと割高ではあるかもしれないんですけど、すごく便利で、僕今まで粉のねあの昔ながらの洗濯洗剤使ってたんで、そうするとさこうスプーンにすくって入れるっていう作業が挟まるじゃないですか。それがまずないよね。例えば液体の洗濯洗剤だとしてもこう
キャップに1回出して量を測ってから入れるだとさ、ちょっとめんどくさいじゃないですか。そういうのがね一切ないんですよとか言ってめっちゃ商品の宣伝みたいになってますけど、でもう一ついいのが、そういう風にこうさすくって入れるっていう作業がないだけで、そのね汚れにくいんだよね。なんかどうしてもさ気をつけてても、その粉の洗剤スプーンですくった時とかにちょっとこぼれるじゃないですか。その液体でも同じだと思うんですけど、ちょっとこぼれるじゃないですか。そのこぼれた部分がさ、なんかこう洗剤でさこうニュルニュルになったりとかしますでしょね、奥さん奥様しますでしょ、ニュルニュルに。あのね、グリップ握って1回分出す形のボトルのやつだと垂れないから、そういうのがないんですね。もう掃除もしなくてよくなるっていう。ですのでこちらのスプレーボトル式のですね洗濯液体洗剤、非常におすすめとなっておりますっていうね、ちょっとこう全然去年1年を振り返る話じゃないんだけど、まあおすすめ商品紹介、おすすめ商品紹介ですらないと思うんだけど、まあそんなのを最近使ってますっていう話でした。ここからは VTuber としての、動画投稿者としての1年を振り返ってみようと思うんですけど、もうなんといってもですね、去年はこの今のこの新 3D モデルになったっていうのがすごく大きなトピックスでしたよね。6月に VTuber として4周年を迎えたタイミングでこの新 3D モデルね発表したんですけど、いやもう本当にね頑張ってモデリングしてよかったって自分で思いますね。お披露目生放送をした時に初めてその YouTube ライブの同時接続数っていうんですか、あれが100人になって、初めて僕3桁って今までなかったんですけど、ジャスト100人になった瞬間的にですけどあったんですよ。もうそれがめちゃくちゃ嬉しかったです。たまに僕自分の過去の動画をね見直すことあるんですけど、本当にねこうかっこよく、自分で言うのもなんですけどかっこよくなったなって思うんですよ。この新モデル、どんなところにこだわってモデリングしたかっていうのは、以前ね動画で投稿してありますので、そちらを見ていただけるととても嬉しいですね。非常にいろんなこだわりポイントを詰め込んであります。もう今や VTuber の皆さんって 2D か 3D かに関わらず、もう皆さん出来のいいモデルで活動をされていると思うんですよね。僕はそんな中で、僕って見た目にはインパクトあるかもしれませんけど、クオリティがいまいちだなぁと自分では思っていたので、なんかこの新しいモデルになってですね、その見た目的にも自分に自信が持てるようになったというか、これからの活動を頑張っていくぞっていう気持ちにね改めてなりましたね。今年もモデリングは頑張りたいことの一つですね。旧モデルの時に着られていた衣装を今の衣装でも着られるようにしたりであるとか、あとは新衣装ねもちろん作ったりとか、あとこの変身後の姿もねちょっとまだ手こ入れできてないんですけど、そこもなんとかしたいなと今年の目標の一つです。 VTuber として体を動かす時に使う機材もですね去年またいろいろ買いました。特に大きかったのが4月にツンドラトラッカーっていうものを買ったんですよ。ツンドラトラッカーは今まで使っていたバイブトラッカーよりも小型で軽量で、あと充電の持ちがものすごく長くて、もうそこが本当に僕にとってはありがたいですね。動画を1本収録するぐらいだったら全然問題なかったんですけど、例えば僕生放送を一度始めると結構4時間とかになること多いんですよね。4時間5時間近くになることも結構多くて、そうするとトラッカーの電源が途中で切れちゃったりするようなことが結構頻発していたんですけど、ツンドラトラッカーを使い始めてからそういう心配がねほぼなくなりましたね。あと今僕が気になってるのが、昨年末に電撃発表されたモコピっていうフルトラ機材がめちゃくちゃ気になってます。モコピも体に装着してこう体の動きをね 3D モデルに反映させるためのそういうものなんですけど、なんとパソコンがなくてもスマホだけで完結するらしいんですよ。しかもそのスマホからパソコンにデータを送信することもできるので、こういう風に今みたいにパソコン上で収録したりする時にも使えるらしいんです。僕早速予約しましたですね。多分今月1月に発売予定なので届くと思うんですよね、今月中には。すごく楽しみです。
技術の進歩であるとか、あとは需要に合わせてですね、ものすごくいろいろな機材とかソフトウェアとかね、開発されて、今世の中にたくさん VTuber 向けのものってあると思うんですけど、そのおかげで僕のこの VTuber としての活動が本当にどん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 楽しく楽になってくし、あともう可能性が広がってってくのが本当にね、いいですね。昨年1年間に投稿した動画や生放送の内容もね、振り返ってみようと思うのですが、全体的な感想としては、一昨年と比べるとゲーム実況により力をまた入れられたのが去年1年だったんじゃないかなというふうに思っています。特に動画なんですけど、 VTuber になってからというものですね、ゲーム実況以外の動画も投稿するようになった反面、どうしてもゲーム実況動画って少し控えめになってたんですよね。でも去年はフリン・サン・オブ・クリムゾンっていうスチームで発売されているドット絵のね、アクションゲームの実況も完結しましたし、あと今実況しているサンリオタイムネット過去編ゲームボーイのゲーム、いわゆるレトロゲームですけど、それの実況もね、こうまあちょっとペースはゆっくりかもしれませんが、それでもこう定期的に投稿はできてると思うので、一昨年とかに比べるとマシになってると思うんですよね。今やっぱりね、レトロゲームは楽しいですよ。こうやっぱレトロゲームにはレトロゲームの良さがあって、今のね最新ゲームには最新ゲームの良さがあるということで、まあ僕両方とも好きなので、その古かろうが新しかろうが自分がやりたいと思ったゲームは全部遊びたいんですけど、とはいえやっぱりあのレトロゲーム的な感覚みたいなものってやっぱり僕の中でこう子供の頃から染みついてるんでしょうね。楽しいなって思いながらサンリオタイムネット収録してます。まあでもこれでも全然ペースはゆっくりだと思うので、本当はねもっとねゲーム実況動画も投稿したいし、もちろんゲーム実況動画以外の動画も投稿したいし、うわーもどかしいところですけど、でもこう細々とでもですね、僕は続けていくつもりですので、皆さんぜひ今後ともよろしくお願いします。ぜひ動画も見てもらえると嬉しいです。生放送はポケモンシリーズをめちゃくちゃやったなーっていう感想です。昨年1年最近までやっていたポケモンの最新作のバイオレットバージョン、ストーリークリアしましたけど、あれもポケモンでしょ。で、昨年の初めの方はポケモンレジェンズアルセウスっていう、あれもねストーリー実況してましたので、生放送で。そうなるとまあ一年中ポケモン遊んでたっていうのとはまた少し違いますか。年の初めの方と最後の方をずっとポケモンやってたから、なんかポケモンいっぱい遊んだなっていう、そういう印象になってます。あと生放送でやっていたゲームで言うと、スチームで買えるパズルゲームをいくつか遊びましたよね。まず最初何でしたっけ、シェイプズ、シェイピーズでしたっけ、シェイプズ、ベルトコンベヤーでこう形を作っていくんだよね。で、決められた形を納品できるようにそのシステムを作っていくっていうゲーム、まず多分やったでしょ。次があれだ、シーリメンバーズキャタピラーズ、違う、シーリメンバードキャタピラーズか、キノコとイモムシの世界観の色によってね、通れる場所があったり通れない場所がある、ああいうあのゲーム説明下手くそだな。生放送のアーカイブ良ければぜひ見てください。すごく面白かったんで。で、最近はカラフルコラーレやりましたね。ポケモンの氷のギミックのステージみたいな、一回走り出すと一方通行でドンツキまで行っちゃうみたいな、それと色が関わってで、こうゴールを目指すみたいなゲーム、これも説明は伝わりましたか。そういうゲーム、倉庫版とも違うんだよな。ポケモンのやっぱり氷ステージみたいなパズルゲーム、あれもね面白かったですね。こういうパズルゲーム僕すごく好きなので、ちょっとこうパズルの内容を頭で考えながら適当な雑談をするってちょっと難しかったりも実はするんですけど、でもまあ好きなので、またちょっとスチームとかでね探していいものがないかどうか見つけておこうと思います。そうだから難しいですよね。動画もたくさん投稿したいでしょ、生放送で遊びたいものもたくさんある、でモデリングとかもしたいじゃないですか。もうこれさ毎年同じ話してるような気がするんですけど、本当にね全部やりたいんです。全部やりたいし、なんなら今やってるその動画投稿や生放送の頻度の倍ぐらいやりたい
全部倍ぐらい活動したいから、もうそうなるともう僕が2人いないと無理だと思うんだけど、まあでも時間はね有限ですし、あの僕も1人しかいませんから、まあできる範囲でこうやりたいことをやっていければいいかなとは思ってるんですけどね。そう思う一方で、あの YouTube のチャンネル登録者数の話をするとですね、ちょっとやっぱ伸び悩んでるんですよね。うん、残念ながらこう増えたり減ったりをこう繰り返している感じです。まあちょっとあんまこういうね、ちょっとネガティブな話は新年からしない方がいいかな。まあ僕は自分自身が楽しく、そして長く活動を続けていけるっていうのが一番まあ大事にしている部分なので、チャンネル登録者数が、まあ、減ってるわけじゃないですから、一応まあ少しずつではありますけど増えてはいますから、まあ、全然いいとは思うんですけど、まあ、とはいえさ、こうチャンネル登録者数全然増えないとかさ、なんなら今後さ減ってくことだってありえるわけで、そうなってくと楽しくない楽しくなくなってくると、ちょっとなんかいいよ、もっと楽しく活動したいのに全然増えないなみたいな風になってくるとね、うん、数字は関係ないとは僕の中ではやっぱり言い切れないから、まあだからさ、やりたいことをやりつつも、うん、増えるといいよねいいよね、うん、こんな僕ですけど、いつも動画や生放送をご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。今年もよろしくお願いしますって言うと、なんかちょっともう締めみたいですけど、まだ続けようと思います。このラジオ動画、動画投稿や生放送を頑張りたいっていう話をですね、今したばっかりなんですけれども、ちょっとそれとね少し矛盾するかもしれないんですが、僕今年のまあ目標というか、今年やりたいこととして、こう外に出る趣味も増やしたいなっていう風に思ってるんですよ。欲を言えば一人だけじゃなくて、なんか人と関われるようなそういう趣味を今年は見つけたいなという風に思っています。僕たまに生放送中にあんまり良くないかもしれないなと思いつつも、自虐ネタみたいなものを話しちゃうんですけど、そんな時に僕、いや友達いないんですよねって話をしちゃうんですよ。でこれネタじゃなくてガチで友達がいなくて、でもまあそれをねこうネタにして生放送でこう笑ってるぐらいだったらいいけど、でも本当にこのままだとさ、僕さ、あの孤独孤独で悩む時がいつか来るかもしれない。まあそれはこのインターネット上ではね、こう視聴者の皆さんからそのコメントいただいたりとかっていうので、こうつながりを感じられたりはするんですけれども、でもやっぱりリアルでのその人間との関わりをこうね、まあ、コロナ禍っていうのをまあ言い訳にするつもりはないですが、でもまあやっぱりでもここ 2,3 年よりそういう機会も減ってきてしまいまして、人と会う機会が減ってきてしまったので、ここらでちゃんとやっぱ外に出る趣味を見つける、そして、誰かと関われるような趣味を見つける、友達をできれば増やす、まあだから今年の目標ですよ。今年の目標は友達を増やそうっていうとちょっと僕の中では大きすぎるかもしれないので、友達を増やすんじゃなくて、こう知り合いを増やすリアルでの知り合いを増やすっていうのを目標に今年生きていければいいかなというふうに思っています。まあだから別にその趣味を増やすということが目標ではないんですよ。うん、知り合いを増やしたい。だから趣味が見つかんなくてもいいんです、極端に言えば。うん、そういうふうに思ってるので、まあだから動画投稿も生放送も頑張りたいけど、ちょっとねやっぱり今後の自分の人生を考えた時に、やっぱり友達作りたいなって思ってます。コバブルのお年賀ラジオ2023、そろそろ終わろうと思うのですが、いかがだったでしょうか。途中なんか洗濯洗剤の CM みたいなね時間もありましたけれど、まあ他にもいろいろお話ししましたが、今年もね、変わらず活動を続けていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。
今後の予定としては、まず動画はですね、先ほども話した今やってるレトロゲームの実況プレイ、サンリオタイムネット過去編のね動画をこれからも投稿していく予定です。あとスーパー戦隊関連のね情報も出揃ってきた時点で動画投稿したいなというふうに思っています。そして生放送は新年会生放送をねどこかでしようと思っておりますので、うさぎ年新年生放送どこかでやりたいです。ぜひお時間合う方をお付き合いいただけると嬉しいです。あとこの動画収録時点ではまだ分かりませんが、レトロゲーム福袋をもしも購入できていたら、去年に引き続きレトロゲーム福袋開封生放送もしたいけど、まあ、多分ちょっと今年はね難しいんじゃないかなと思ってますので、もしその福袋開封生放送できなければ何か別のことをねしようと思ってますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で、コバブルでした。今年1年が皆さんにとっても僕にとっても素晴らしい1年となりますように。バイバーイ。今年もよろしくお願いします。